秋これワンチャンあるんじゃないですか。ワンチャンあります秋とザンギエフ。さあ両者準備を受け、では早速見ていきましょう。いいですね、なんかね、ほんわかするね。注目のファーストラウンド、何が起きる。山で様子を見るか。まあ、秋もね、中距離が強いキャラクターなんで、ガンギーフは絶対近づきたいはずなんで。なんか体の細さが際立ちますね。確かに確かに対比でね。連続技をしっかり決めていく。すごいよな、ビジネスデーの成果出まくってますよね。すごいわ。完全初見でも良かったんですよね。おー、支援法で揺さぶっていく。プレイヤー1、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。さあ、ジャケイコプレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。アール様ね、ちゃんと秋の技の解説もしてくれるんで、うん、支援法で揺さぶっていく。下から打ち抜いた。密着を拒否していく。プレイヤー1、わずかな体力だがドライブできれば勝機はまだある。いいですよ。中足、すぐワンチャンス作ってねじ込むことはできるか。頑張れ。おーい、すごい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 。もうやるしかない。駆け抜けるしかない状況。あとは何をつかる。支援砲から、これは茶道弁対空。安定のパリ。これは何を誘ってるのか。思惑が垣間見える。プレイヤー1、体力リードで受けに回るか、さらに攻めるか。どうにでもなる状況。お互いどう展開を作るか。 SA ゲージワンタやっちまった、いい試合、うん、支援法。どっちも SA バチバチ溜まってますから、ね、あ、ここで SA ワンタ最後は極めつけレベル3 SA だ。しっかりきっちりきっちり。あですが、あ、来た来た来た、ルークですね。対戦早いの。来ました来ました。どちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦。いってみましょう。さあ開幕、両者はどう動くか。まずは様子を見回り、打撃はさばいて、ここから相手の攻撃をパンにで取って、ドライブゲージを加速、低打体戦略。激しいつばぜり合いが続く。さあ、ドライブラッシュで相手に揺さぶりをかけていく。ここかな。そう、あの毒状態はね、あの自分が毒状態になっちゃったら相手に攻撃を与えると回避されますね。あの解除されるようになってるんで。奇襲のドライブラッシュ。あ、惜しい。ここから試合は終盤戦。緊張感が増していく。スーパーアーツを使っていくが、おお、来るか。おお、プレイヤー1、ダウンを取って圧力をかける。このままいけるか。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。支援砲で揺さぶっていく。強襲突で押していく。まああれですよね、ルークでプレイされてる方も、うん、アキと戦うの初めてだから。そうだから、お互い初、うん、飛んでいく。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。チャンスでもあるが、入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ、うん、お、プレイヤー2、丁寧に優位を継続している。ラッシュするか。一息つけるか。大
体力差のある、しかしどうにでもなる状況。差し合いの距離に目も捉えるらしくは、プレイヤー2こびえているか、この投げをつらげた、ここは SM メンバーを、これ見せますね。よっしゃー。あっち、次は。ここでカウンターを2つ。ドライブラッシュで勝負をかける。一気に間合いを詰めてきた。さあここから距離はある、仕掛けるのはどっちだ。中足シャケコ、どちらもラインを譲らず受け止めている。ラッシュするか。おー、リアツドライブは厳しいぞ。ミスアイ、あ、惜しい。どうにでもなる体力差、逆転のアップスライディングだ。フリギア2ドライブなしで気合いでして投げて、おおお、さあここ、ここでしょ、エース、おお、あ、ここはどう出る。ブラストで牽制、一旦下がるか。さあここから勝負。あー、やばいやばい、おお、いい一人でも、そう、因縁がある、ある二人ですからね、うん、はい、続いてかけるさんが秋ですね。両者この一戦に何をかけるか、いってみましょう。さあ秋と剣、さあ開幕、両者はどう動くか。投げのタイミングを見切っているか、息が合っている、シンクロしている。さあ試合の序盤どう崩していくか、黙れ様子を見るか。両者攻めっけたっぷりの姿勢、ここは投げの選択肢、投げを迫る間にうまく入れている。ここで台足払い、長い技を使ってうまく牽制していく。プレイヤーマン、ドライブゲージが空になるのはまずい。どうするこの状況、上から仕掛けていく、受け止めて殴る。ここから試合は終盤戦、緊張、ここでバーンと飛びは通さない。投げを警戒しつつ、どうする、掴んできた、地面脚、タクを迫る。プレイヤー2、あーと、ここでスタン、壁に押し付けられた、惜しい、最後はラウンド選手。プレイヤー1、超なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。四隅の開幕飛び降りか。手の内はある程度見えた、両者は今何を思っているか。あまりにも危険な地上戦が続く。急足つなげて、心の隙間を塗って大きなダメージに変えた。ここで SA ゲージがマックス、くしくも同じタイミングでスーパーラスにゲージを使っていった。倒しきりの SA、 状況判断バッチリ、倒しきりの SA、 取った取った、見えていた。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。バックス、四隅から入った。さあファイナルラウンド、勝利の女神はどちらに微笑むのか。ドライブラッシュで前に出る。プレイヤー1、この画面端でどうやって両立するか。ゲージ差がある、どうする。確実にお互いが削れている。ドライブラッシュか、体力もない、ゲージもない、ミスは許されない。勝負の導きであったが届かず、前飛びするか。ありがとうございます。